ゲオルギー・ミハイロビッチは、ロシアの皇族、ニコライ一世の孫の一人で、ロシア大公の称号を有した。ミハイル・ニコライエビチ大公とその妻オリガフヨードローブナ、日の間に生まれた第四子、三男。第一次世界大戦中は、ロシア軍に司令官の一人として従軍した。ゲオルギー大公は19、1919年1月28日、兄、ニコライ・ミハイロビチ大公、 いとこのパーベル・アレクサンドロビチ大公及びドミトリー・コンスタンチノビチ大公と一緒にペトログラードで銃殺刑に処された。弟のセルゲイ・ミハイロビチはその前年に銃殺された。ゲオルギーは1900年、ギリシア王ゲオルギオス一世の娘マリアと結婚した。夫妻は二人の娘を設けた。ゲオルギーの妻と娘たちは、 第一次世界大戦中はイギリスに滞在していたため革命の難に遭遇することはなかった。1916年1月に皇帝ニコライ2世の名シとして来日した。ゲオルディは当時皇帝付きの一等自重武官であり、日露戦争以降に日本を訪問した最初で最後のロシア皇族となった。訪問の名目は前年11月に即位した大正天皇の祝賀と ロシアへの日本の軍事、経済的援助に対する表敬であり、1915年12月28日に、シベリア鉄道でロシアを立ち、東京駅では天皇自らが出迎えた。半月ほど滞在し、ロシア陸軍への軍備供与について合意がなされ、1916年7月には、ペトログラードで第四次日露協約が結ばれた。同年9月には、訪問の返礼として、 天皇はいとこである、官員の宮こと人新皇をロシアに派遣した。ゲオルギーは、東西鉄道の環状市駅を出発した新皇を、モスクワで出迎え、皇帝がいるモギリョフの大本営まで同行し、駅では、ゲオルギー大隊の議場兵が整列し、皇帝と皇太子のほか、皇官が一行を出迎えた。その後も、皇太后、マリアフィオドロ泥ナとの会見のためキエフに向かう。 新王一行に同行。駅では、ゲオルギーの弟のアレクサンドル・ミハイロビチらが出迎えた。キエフの後、訪問最終地のペトログラードでも一行に伴い、新王をもてなした。ありがとうございます。